はい、どうもゆきです。パワフルゴルフ実況プレイ続きやっていきましょう。今回いよいよ試合ですね。この試合負けちゃうとちょっと自分の部屋4分の1になっちゃうんで頑張っていきたいと思います。さてさ、あ、いきなりこれロード画面入ったってことは多分試合ですね。ワンパットミッション、パッティングの練習です。コインを狙いながらカップインを目指しましょう。はい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 、なるほど。あのコインを取りながらホールに入れりゃいいのか。銀で10点、金で20点、カップインで50点、 OK です。これはまっすぐでいいかな。これまっすぐでちょっと強めに打つと OKOK、 入った入った入った。なんかパットは結構やりやすいというか、でも傾斜ついてるとなんか計算大変そうですけどね。でちょっとこれは斜めなのか。いやでも手前が左に落ちてて奥の方が右に落ちてるから結果的にまっすぐが勝ちな気がする。これ OKOKOK、 ちょっと強めだね。届かなかったら元も子もないけど、ちょっと強めならね、あのなんか反射して落ちるんで大丈夫でしょう。いいんじゃいいんじゃいいんじゃ。でここがちょっと斜めっぽいな。どのくらい斜めなんだ。でもこの銀コインを見る限りこのくらいいっちゃっていいんじゃないかな。どのくらい曲がるかっすよね、こんな。お、いや1個取れなかったけど、でもでもでもいいんじゃないの、十分なんじゃないの、こんな。で次はこれ何試合あるんだ。また斜めだな。なんかさっきのコインに比べると斜め具合が少ないからこのぐらいか。ちょっと待って、このぐらいでこの辺でしょ。どうよ。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。これ全部取るの無理じゃない、むずいな。あ、でも合格点150で現在310点だから相当いってますね、これ相当できてますね。おっとっと、これむずいな。これもあんまりやりすぎるとダメと見た。なんか奥の方が傾斜少ないのかな、あのコインの曲がり方だと。って考えると意外とこの辺とかか。でちょっと強めに打ってあげる。どうよ。あ、いいんじゃん。あ、金だけ取れなかったけど、すげえいい曲がり方したな。これは完全にナイス。420点、150点合格ラインならね、めちゃくちゃいいんじゃないですか、これは。さあ、どうよ、パイセン。今日のスコアは420点でした。お疲れ様でした。いや、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。フォギーさんは145点だから、よし、フォギーさんに勝ったぞ、もう3倍取ってる。あ、もう負け負け、コウさん。さあ、約束ですよ。あ、ありがた。ダベコに謝ってください。すまんな。俺に謝ってどうすんすか。なんで俺がダベコに謝るんだよ。あいつに負けたわけじゃないのに。それに俺は気分が悪いじゃない。いや、お前約束守れよ。ちょっと約束が違うでしょ。ユキ、もういいだべ。だって約束が。フォギーさんはあれでも謝ったつもりだべ。それにあの人の言う通り、本当はオラが勝たないと意味がないべ。まあダベコがそう言うなら、オラ今回のことで分かったべ。オラもっとゴルフで強くならなきゃダメだべ。そのためにオラ心を強くするべ。そうか、頑張れよ。あとこれはオラのために頑張ってくれたお礼だべ。銅のグリーンフォーク。ほう、普通のグリーンフォークとどう違うんだ。そりゃお店で高く売れるべ。あ、何言っていいの。グリーンフォークって、グリーンフォークってなんだ。グリーンフォーク、グリーンフォーク、ショットの後の乱れた芝を整えるためのエチケットツール。あ、なんか櫛みたいなもんだ、髪の毛の。よーゆき。あ、西崎、試験はどうだった。まあまあかな。西崎は、え、まあまあまあかな。じゃあな、調子悪かったのかな。なんか変なこと言ったかな。解説しようか。あ、昨日とさん、西崎が聞きたかったのは君の体調のことだったんだよ。体調なんで。つまり君のスコアがあまりにも低かったから熱でもあったのかと。あんなこと言ったらリーゼントもうダメじゃん。俺の3分の1だぜ。ね、なんだか失礼な話だな。ちなみにコインの恋愛とは多少違うが、僕の成績は君より100点以上高かったけどね。え、そんなにすごいの。そして悔しいことに西崎は僕より上だ。そんなにすごいのにプロじゃないなんて。まあ君が思うほどプロの道は甘くはないよ。君はまだゴルフを始めたばかりだろ。僕なんか小さい頃からずっとジャック式練習法で鍛えてきたのに、年下の西崎に勝てないんだぞ。ジャック式ってあのゴルフ王の。そう、さすがに君でもその名前は聞いたことがあるようだな。ジャックとはいろいろ縁があるみたいで。あのゴルフ王と君がか。え、いやー、なんでもありませんよ。じゃあ木本さん、よし、あざしゃー。逃げた。なんかあいつ大物になる予感がする。仲良くしとこうぜ。そうしたらダベコいるかな。あ、その前にあれアイテム売れっつってたな。これでアイテム、これか。銅のグリーンフォークを売ると。5本指高っ、15,000。え、靴下は15,000。てか装備品か、あれは。あー、でも装備変更になっちゃうと多分初心者のお守りは大事そうなんで、それ考えたら5本指売って、あとはアイテムとかも結構買えるみたいですね。そこそこお金入ってるんで。何無敵チョコって。虫歯になることがあります。やばいじゃん。サボり癖治療薬とか、これパワープロアプリに欲しいレベルだな。
で、あ、ちょっと待って、恋愛ストラップはこれ持っておきたいな。彼女評価上がりやすくなるのは大事なんで。え、金運ピラミッドって何？たまにお金を見つけます。え、欲しい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 。所持で高知遭遇率が上がります。高知ホイホイ、何？特殊地みたいじゃん。全自動パターマット、身代わり道路、怪我回避強えな。この辺はプレゼント系かな。で、サクセスモード内で試合の日に雨が降りにくくなる。雨とかも関係あるんだ。スーパーハリケーン、スピン性能、使い古しのシューズ。あ、結構この辺風速を正確に測れる。ほう。あ、これな、何これ、こんなんあんの。経験点多めに習得できるアイテムとかあるんだ。へえ、いろいろあんね。精度も少し改善。あー、じゃあグラブだけちょっと買って、まあとりあえず初期状態でこれでいいか、これでいいか、一旦これでいきましょうか。 OKOK。 いやでもいろんなものあって面白かった。ちょっとね、今後はなんか実況外で一応取ったりとか能力上げはしようと思うんですけど。あれ、ダベコいるね。でもするか。バタリ、不思議な感覚が勇気を包む。ていうか倒れたな、お前。昼寝っていうか倒れてない？勇気、君は苦しい。はよ、我を助けたまれ。え、お前年置くんじゃねえの？助けてって言われても。源神社じゃ、静香ちゃん、そこに君はいるのか？我はそなたのすぐそばにいるだべ。ダベコじゃん。ダベあれ、うぅ、ああ、夢か。源神社って言ってたな。相変わらず行動早いな。ここが源神社か。お、ここに神社の歴史が書いてある。義兄の消失言語？何書いてあるかさっぱりわからん。義兄ではない、義経と読むのじゃ。義経？なんじゃ、義経も知らんのが。牛若丸といえばわかるかの。ああ、ラスボスの弁慶の足に攻撃して勝ったやつだ。まあだいぶ違うが、その牛若丸じゃ。一応正解者に飴をやろう。お、おぞます。じゃあここは牛若丸を祀ってる神社なの？いや、その嫁のみ、これなんていうの、佐藤御前。ほー、佐藤御前を祀っておる。本来この神社の巫女も佐藤の生まれ変わりとされておる。まあ形だけの話やがな。ただ前の巫女は本物だったと思うぞよ。5歳にして義経と静香御前との仲を嫉妬しておったからの。静香？義経の嫁じゃよ。義経の時代は嫁が何人いてもよかった。佐藤は正式な嫁じゃ。静香はセカンド嫁言い方よ。はあ。で、その本物の巫女は今どうしてるのですか？その子は小さい時にひな祭りの日に火事に巻き込まれて死んだのじゃ。あれ？え？だからこの神社もその時建て替えられたものなんじゃよ。そうなんですか。でもおばあさんはどうしてこの神社のことにそんなに詳しいんですか？だってわしは今の巫女じゃからな。巫女って若い女のしかなれないんじゃなかったのが確かに悲しい。そして火事で死んだのはわしのたった一人の孫じゃった。え？そうだったんですか。でも不思議なことに亡骸は最後まで見つからなかった。わしは今でもあの子がどこかで生きている気がしてならないんじゃ。絶対こんなん大事っしょ。え？てか、ダベコルートマジ、ちょっとパワポケみたいな匂いすんね。いや、公園で。さあ、公園に着いたぞ。あ、あんなところに人が倒れてる。なんだダベコか。むにゃ、なんだダベコか。むにゃむにゃダベ。しかし、こんな往来で寝れるなんてどういう飼育系してるんだか。お前、やってなかったさっき。なぜ我を助けん？え？そなたは我が名を知っておろう？君はあの里なのか？あよ、封印を解け。封印って？乙女の封印を解く術は昔から決まっておろう。それってひょっとしてキスのことか？え、照れてるし。そうじゃ。ちょっと待て、寝ているダベコにそんなことをしたら犯罪じゃないか。確かに。心配せずとも我は里でありダベコでもあるのじゃ。なに、ダベコ二重人格なのこれ。さあ、ダベコが目覚めぬうちに早よう。だが断る。いや、ここはね、レディーに恥をかかせないためにもキスをする。では。おっ、え、これさ、ギリギリで起きるやつなんじゃねえの？ガチでしやがったよ。お、メガネじゃない。え、ダベコキャストオフしたらめっちゃ可愛くなった。はい、やっと出られた。君は？私は佐藤、よろしくね。あの義経の嫁の佐藤なのか。義経？誰それ。だって神社の歴史に。悪いけど昔のことは覚えてないの。転生するといろいろ記憶がなくなるから。え、転生？そうよ。私は誰かの命をマジカルパワーで助けることができるの。ほう、素敵でしょ。ん？あ、ヒヨリン？でもその代償として私の記憶と体はなくなり、魂が誰かに転生してしまうの。ほう。じゃあ君は火事で死にかけた俺を助けた代償としてダベコに転生したのか。死にかけたというよりあなたは死んでいたのよ。なんだ、結構覚えてるじゃないか。記憶がなくなると言ってもすごく楽しかったこととかは覚えてるわね。
逆に悲しいことは忘れてしまうけど、俺が死ぬのはそんなに楽しかったのか。ああ違う違う、あなたのことを覚えてるのは今回の転生は失敗だったから。失敗？ダベコちゃんって私と全然違うタイプだから全然同化できなくて。まあおかげであなたと再び会えることになったけどね。なるほど。でダベコはこれからどうなるんだ。あ、じゃあこの子が幼馴染の子なのか。ダベコはなんか乗り移られてんのか。かわいそうじゃんダベコ。どうって私と同化できないならダベコちゃんの魂には消えてもらうしかないわね。こいつ怖えな。ダメだ。じゃあ私に消えろと。何このダベコを取るかサトちゃんを取るかみたいな展開。急すぎんぜよ。まだ1年目だぜ。ゲーム始まって俺だってまだ3ヶ月とか4ヶ月でしょ。パワポケより速度速いんだけど、わけわかんなくなる。いやでも困るよ。それも困る。私には会いたいけどダベコちゃんには消えてほしくないか。この浮気者。いやー、まずそう言われるとね。そんなんじゃないよ。じゃあしばらく私とダベコちゃんのどちらを選ぶか考えさせてあげる。あ、何、結局どっちか選ばなきゃいけねえの。あなたは私と会いたくなったら秘密の呪文をダベコちゃんに唱えるというのか。変な人やん。そうすればいつでも私に会えるわね。素敵でしょ。それってどんな呪文なんだ。サトが好き好き、サトが好き、サトにキュンキュン大好き。メイドカフェかなってね。そんな恥ずかしいこと言えません。しかもダベコの目の前で何も事情知らないダベコに向かって言うんでしょ。どうしたべ、なんだべって言われるよ。チェ、じゃあ私の名前を3度言うだけに負けておいてあげるわ。まあそれなら佐藤をデートに誘うことはできる。お、デート誘えんの。ちょっとすいません、展開にちょっとついていけないんですけど。お、金運ピラミッド発動。そういえばここに金運ピラミッドを飾っていたな。たまにはお祈りしてみるか。え、来る。今日は久々にこのパンツを履こうかな。ん、ポケットに何か入ってる感触。ガサゴサ。これは2000円が入っていた。お、ロッキー。あれ2500円で買ったよね確か。あと500円取ったらもう元取れんじゃん。え、てかダベコはもういなくなった。公園いないってことは基本デートコマンドになる。あ、サト、これメインがサトなの。ダベコと付き合うっていうよりはサトちゃんがメインなのかこれ。よし、今日はサトとデートしよう。でも出るのダベコだよね。もしもしダベ、サトちゃん、サトちゃん出てこい、サトちゃん。いや、通話とかなんか記録されるタイプだったらすげー変なやつじゃん。佐藤、私、いやいや、コアメイヤウナ、何？佐藤の時代の言葉おかしいわねの意味。ウーヒウークヒス、方法結局、なんで方法結局？なんだ？ああ、私の声聞こえる？あ、聞こえた。ごめんごめん、電話だと四年波が送りにくくて。四年波？四年波は言葉をイメージで伝えるから言葉が通じなくても会話できるの。あ、佐藤ちゃん昔の子だから今の言葉知らないからなんか。特殊な方法使って喋ってたのか。へえ、それは便利だな。でも調子が悪いとさっきみたいに言葉そのものが伝わってしまうこともあるの。じゃあさっきの呪文みたいなのが佐藤の本来の言葉なのか。まあ私にはこの時代の言葉の方が呪文なんだけど、とりあえず今は通じてるみたいだね。で、今日はどうしたの。いや、デートに誘おうと思って。デート？嬉しい。どこに連れて行ってくれるの。どこに行こうかな。おー、じゃあとりあえず、でも公園こないだ行ったからな。動物園とか行ってみるか。動物園に行こうよ。うん、動物園って知ってんのかこの子。へえ、たくさん動物がいるのね。動物園って佐藤は初めて来るの。何度か来ているとは思うけど覚えてないみたい。じゃあこれから楽しみだね。まず何を見に行こうか。結構多いね。パンダ、ペンギン、ライオン、サル、鉄砲を、イヌワシ、ヒョウ、カバ、鉄砲を見に行こう。うん、動物園なのか。あんなに正確に餌を狙えるなんてすごいな。変な魚。え、なんでゴルフにですね。なに、学べること。俺は何をしに、なんなのこのゲーム。そこそこ謎なんだけど普通に。今日はありがとう。また今度誘ってね。うん、じゃあそろそろ私は眠るね。え、いや家帰ってから眠れよ。あれ、勇気だべ。俺はどうしてここに。さあ俺に聞かれても。さあ寮に戻ろう。なんか変だべ。いや、ダベコのサポートしてから行けよ。今日の練習も終わったぞ。さて帰って、ゆっくり漫画の続きでも読もうかな。ユキ、漫画よりも居残り練習しないべか。居残り練習だって。もう一頑張りが他のゴルファーとの差を広げるべ。そうだなあ。あー、でも全力だと怪我しそうだから。練習後だし、軽く流す程度だったらいいよ。オッケーだべ。じゃあ、早速やるべ。その後、軽く流してクールダウンした。あ、オッケー。疲れ結構溜まってんな。ていうか、デートは回復できないのかな。おい、ゆうき。あ、フォギーさん。お前最近頑張ってるじゃないか。あ、あざまーす。あ、違う。お前頑張りすぎだと言ってんだよ。え？あんまり頑張ると先輩の俺より上手くなるだろ？だったらフォギーさんも努力すればいいでしょ？俺は2年以内にプロになるつもりですよ。2年でプロだと？お前本気で言ってんのか？
もちろんその前にホギーさんや西崎を倒しますけどね。そして俺はやがてジャックみたいなゴルフ王に。ジョック、夢は大きい方がいいでしょ。こいつは本物のバカだな。じゃあホギーさんは何のためにプロを目指してるんですか。俺か、俺はただ周りのやつに俺の実力を認めさせたいんだよ。認めさせる。そのためにはお前が邪魔なんだよ。俺には年間3回以上 J クラスで最下位になると退学になる条件があるぞ。条件ゆるくね、こいつ。年間3回以上最下位でしょ。ゆるくね。だからお前は俺に勝っちゃダメなんだ。わかるか。それは俺の実力が恐ろしくなってきたということですね。バカは言え。ただお前がちょっと目障りだと言ってるだけだ。はいはい、わかりました。それからな、ユキ。何ですか。俺の前でジャックの話なんかすんな。どうして。なんか腹が立つんだよ、そういうアマちゃんの夢話は。なんかジャック嫌いなのかな。いいじゃないですか、俺が何を目標にしようが。とにかくやめてくれないか。頼む。お、頼むまで言ってるってことは、なん、え、まあいいですけど、なんかトラウマかなんかあんのかな。そういう感じ。え、そういう感じ。もしもしだべ、サトちゃん、サトちゃん出てこい。この辺は基本変わんないのかな。あ、ゆきくん、やあサト、今からどこかに行かないか。あー、この辺は一緒っぽいっすね。じゃあレストランとかで体力回復できないかな。一通りデートは行ってみたい。さあレストランに着いたぞ。私お腹ペコペコ。さあ何を食べようかな。イタリア料理、中華料理、日本料理、フランス料理。このレストラン何なんだ。もう全種類あるじゃん、すげえな。あー、今の気分、お寿司、お寿司、やっぱりお寿司が一番いいね。ヘルシーでいいよね。お寿司一番美味しい。もう世の中でお寿司一番美味しい。うわー、美味しかった。お寿司最高。おい、マジでお寿司やった。ご来店ありがとうございました。記念品をお受け取りくださいませ。何記念品って。しかも900円でお寿司食ったの。安っ。で、記念品って割引クーポンだ。それ記念品って言わんくない？今日ありがとう。また今度誘ってね。あ、で、また食べ子が出てくると。まあ、どうしてここにさ、俺に聞かれたの。あー、デート前後は変わらなそうですね。じゃあ、次からここは飛ばしてみますか。じゃあ、サトちゃん行って、ここは飛ばしながら、X ボタン押しっぱでこれ早送りできるのね。そうしたら、この湖行ってみましょうか。湖は？湖に着いたぞ。綺麗な景色ね。こんにちは。出た、びっくりマークの子。あなたは人外ですね。失礼なクソガキだな、お前。え？ではあなたも？ええ。実は私、銀色の猫を探してまして。銀色の猫？ああ、例のあれですか。ここ1000年は見たことないですね。またボツになったんですかね。え、何銀色の猫って。え、なんか元ネタありそうだよね、これ。なんだろう、知り合いかな。ゆきくん、この人がいろいろ遊んでくれるそうよ。なんで俺が子供と。もちろんただの子供じゃないわ。能力アップのチャンスかもね。ほんと？え、何？ではゆきさん、あなたが湖に落とした猫は金の猫ですか？それとも銀色の猫ですか？それとも銅の猫ですか？別に何も落としてないけど。俺猫なんて落としてないけど。おお、銀色の猫ですか。いや、だから猫なんて落としてないってば。チェック、空気の読めない人だな。うわ、これ正直に答えんじゃなくて、この青になってんの答えたらいいパターンだったのか。もういいです、これあげますから。うわ、なんかミスった感ある。スピードくじ。じゃあ銀色の猫と共にあらんことを。あー、なんかわかんないけど、バイバイ。どう、パワーアップできた。いや、アイテムはもらえたけど、それより銀色の猫って何なの。私もよくは知らないけど、銀色の猫を見つけると幸せになれるとか。ただいくら探したってこの世にはいないと思いますよ。じゃああの人は何で探してるの。ひょっとしたら探すというより噂を広めて銀色の猫を都市伝説を作ろうとしてるのかも。だとしたらしょぼい伝説になりそうですね。まったくです。え、何なの銀色の猫って。いや、でも今の選択肢はちょっとミスったな。なんか本当パワープロやっ、え、なになに、パワープロやってるよりもパワポケやってる感でやればいいのか。なんだ、夕焼けの河原は気持ちいいな。どこまでも歩いていけそうだよ。あんなところに川に向かって石投げをしている子供たちがいるぞ。あー、でもやるよね。声かける。おい、君たち楽しそうだね。楽しいよ、石で水切りやってるんだ。よし、俺もやってみるか。行くぞ。こら、お前ら石投げなんか危ないぞ、やめなさい。いや、子供なんだから遊ばせる。俺も子供の一員や。皆さん、突然ですが今から地域カップ選抜大会を行います。ジョージさん、今日の予定は教室の予定表に数ヶ月前から書いてあったはずですが。なんですと。まさか校長なのに知らなかったんですか。さあ、アメリカンジョークはここまでです。ごまかしやがった。ルールはストローク。ストロークって何。コースを回った時の総打数で競う試合方式。あ、なんかザ定番みたいなやつや。ザ定番みたいなやつや。この大会で2位までに入ったものは来週の本戦にも出ていただきます。このゲームのストロークプレイでは同じ打数の場合、ラウンドポイントにより順位が決定されます。
腕を磨くには絶好のチャンスだよ。皆さん頑張ってください。おう、ダメ。あ、オッケー。じゃあ時間的にもちょうどいいから今回ここまでにしておきましょうかね。で、能力だけ上げてから次回このストローク挑んでみたいと思います。よろしくお願いします。ではここまでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね。